みなさんこんにちは、青空 TV の青です。かわおおイエーイ。今日はこちら、僕とロボコ、鋼鉄のロボコ号泣デラックス版を開封していきたいと思います。今回は僕とロボコのロボコが合金フィギュア化。我が家はセンチネルストア限定デラックス版、お値段なんと10,000円を購入しましたので、そちらを紹介しようと思います。早速開封して動かしてみましょう。結構重たいですね。可動域も広いですし、小さいですが重量感もありますね。いろんなポーズが取れそうですね。やはり私の一番の注目ポイントは膝ですね。しっかりとナッパの膝形助詞が再現されていますね。パンツも大サービス、公開しちゃいますね。おお、通常品でも付属パーツ豊富ですね。こちらが通常版と共通の付属品となっております。付属品をつけて遊んでみましょうね。インスパイア系ギャグ漫画らしく、さまざまなジャンプ作品の有名ポーズが再現できますね。ハンドパーツを使って信楽トムラ、無料空所、さらに第1話を再現した週刊少年ジャンプなどが用意されていますよ。ちなみに通常版の価格は8800円だそうですよ。次にデラックス版の付属品を見ていきましょう。表情豊かなパーツも3個ついてきて、さまざまなシーンを再現できますね。エフェクトパーツも多いので、こちらも使ってみましょう。プロペラ飛行形態を再現できるツインプロペラ、立ち膝用スカートもついているので、立ち膝飛行も楽しめますよ。ロボコでドローンも再現可能です。ロボコによって埋められた埋没ガチゴリラ、お米と卵とケチャップを使ったおから始まる料理、おすくそ男飯、そしてロボコの大技といえばこちら、ロボコ砲。ご覧ください、この表情たまりませんね。皆様お待たせいたしました。いや、お待たせしすぎたかもしれません。そのスタイリッシュな立ち姿、実に整ったお顔、ビューティフォー、まさにナイスですね。お空をかっ飛ぶことも、ガチゴリラを埋めることも、間違いなくあなたの経験値となっております。
この自信に満ちたご表情が全てを物語っております。しかし私はまだあなたの腹の奥に秘めたその本能が見てみたい。あなたの可愛らしいつむじから美しいつま先まで、それら全てを褒めたたえられた時、あなたは初めて絶頂を迎えるのでございます。さあそのお顔を見せてお洋服も脱ぎ捨てなさい。そうです、脱いだら本能のままに大胆に動き回りましょう。さあロボコさん、感じれば感じるほどご主人様のことを思い出してきますよ。ほら男飯、男飯、美味しい男飯、いかがですか男飯、ナイスですね。そのまま外に出てロボコさんのビューティフルボディ見せつけちゃってください。ロボコさんファンタスティック。我が家は迷った末に号泣デラックス版にしましたが、ロボコのパンツの文字がダイハードになっている限定版もありますよ。プレゼントであげても喜んでもらえそうですね。アニメも12月より日曜日24時30分から24時35分テレビ東京にて絶賛放送中。この冬一番の注目アニメ僕とロボコから超合金ロボコ号泣デラックス版を紹介しました。これからグッズもいっぱい出ると思いますので、どんどん購入紹介していこうと思います。ロボコのグッズをもっと見たい、もっとロボコ情報が欲しいと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ちなみにロボコの誕生日は1月3日なんですよ。プチロボコ情報でした。それでは次回も僕とロボコでお会いしましょう。さようなら。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタン押してね。